バカ、今週も始まりました、欅って書けない。どうも、司会のサルトです。お願いします。さあ、そしてこちらが欅伝令。せーの、にゃーからのくまちゃん。おー、今なんだろう、アイドルファンたちのおーって声が聞こえますね。おー、ニャーからのクマちゃんということで、それでは早速今回の企画発表いたしましょう。今回の企画は、できないことは早めに報告、第2回私これ無理なんです発表会。今日もね、だからあの先生がいるのかな。今日いるんですか。一応ちょっと呼びかけては見ましょうかね、一回ね。アモン先生。はいはい。先生いましたか。はい。先生、今日はどちらの路地裏に。すいません、路地裏じゃなくて池袋のカフェに。池袋は池袋なんですね。池袋のカフェにいるんだ。だいぶ前回これ終わったらスーパーにおはぎを買いに行くなんてお話をねされてましたけど、買ったんですか。あの日はおはぎとお刺身と白ご飯を買いました。めちゃくちゃなメニューですね。今日も終わったら何か行くんですか、帰りは。今日はね、アジフライがあればアジフライ。なるほど、今日は揚げ物の気分ということで。そうか、そうです。じゃあアジフライのために今日も頑張ってください。お願いしますね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。いや、すごいっすね。漢字ケヤキ、ひらがなケヤキ、そしてカタカナケヤキが揃って、なかなかない、初めてですね。初めてじゃないですかね。フルで揃ったのが、カタカナケヤキその公式じゃないですか。なんかおーみたいな言ってるけど、そのあのちゃんとしたやつじゃないんで。にじこ先生も僕もソニー所属だって。所属じゃないです。太田プロと池袋です。あ、ね、池袋所属。トマトを食べている人を見ること。お、これはどういうこと？トマト自体も苦手なんですけど、トマト本体だけで見るとそれは大丈夫なんですけど、それを近くで食べてる人見たら、なんか顎がなんかラクダみたいになっちゃうっていうか、なんかトマトを近くで食べてる人見たら、なんか顎がラクダみたいになってる。なっちゃうんですよ。なんか力が抜けちゃうっていうか。何、あの中のぐじゅぐじゅ食ってんのが嫌なの感じなの？いや、なんかあのプツっていう感じの、あ、プチャって、その瞬間なんかふわってなっちゃうんですよ。この、そうか、切ってあるやつでもダメ？人が食べてんの。はい、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。真ん中来いって。ちゃんとほら、テレビだから。テレビだから真ん中来いよ。ちょ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 、ちゃんと、こういう、ちゃんと、一回これちゃんと立って、はい、ちゃんと前向いて、前向いて、ちょっとうっすら視界に入るから。うっすら入っちゃ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 、来いで来いよ。どうぞ。じゃないとただおじさん二人がトマト食べてるだけで映像になっちゃうから。ちゃんと見て小池、ほら見て小池、こっち見て、隠さない隠さない顔を。まず最初土田のおじさん食べるからね。いい、よく見て。何、どういうこと、意味が分かんないよ。なんでふわって力が抜けてっちゃう。そうなんです。どういう本当に。いや、でもこれなんかさ、幼少の頃なんか心理的なさ、何かがさ。これはえ、なんで、顎カクカクが取れてないから。小池なっちゃってる。今は大丈夫です。もぐもぐしてる土屋さん見なきゃ大丈夫。え、あ、トマトもう口の中入っててもダメなん。はい、トマトの姿なくても。はい、一回見て土屋さん、ほら見えないです。見てほら土屋さん、かわいいよ。かわいい。ほらかわいい、ほら。え、やだ、ほら。なんだこのクレイジー番組。なぜですかね、これは。これあの、自分が食べるのはもちろん、はい、食べる人を見るのも嫌っていうのはですね、これ幼い頃にゾンビ映画のワンシーンと、トマトを食べて口から赤い汁を出している人が深層心理の中で結びついてしまったと思われるんですね。うん、あ、ゾンビですから。
小池さんの頭の中ではトマトを食べている人イコールゾンビになってしまった人っていう心理的な回路が出来上がってるんですね。先生、なるほどね、はい、ちょっと無理ありませんか。いや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 、一応聞いてみますかね。こ小池はね、そういうゾンビ映画はやっぱ昔見たとか。ゾンビ映画っていうよりお父さんが私が9時に寝なかったらなんかファックスで狼みたいなちょっと怖いゾンビの絵みたいなのをダーって送られてくるんですよ。寝かすために、うん、それを お父さんが書いてて、でそれを知ってからお父さんが確かによくトマト食べてるなって今何気なく思ってます。え、あの虹子先生、先生、はい、ミラクル正解ですよ先生。いやいやいや、これはもう当然の必然の結果ですから。興奮してるじゃないですか自分の。これは当然の、やっぱ当たっちゃったみたいな。調子いいですね今日先生。はいはい。マジックテープの音。あ、これはなんか小学生低学年の頃になんか多分斜め後ろぐらいの子がずっとこの防災頭巾のマジックテープずっとこうやってやってて、純粋に、なんかそこからなんかそれ聞くたびになんかちょっともう無理になりました。これすごいですね、これこれ、これ、うわ、すごい。持って、こっち持って、こっち持って、持って、こっち持って、こっち持って。最後回転。こういうでっかいの慣れちゃえば、そうだね。ちっちゃいのとかも、ほら、ほら、ちょっと大丈夫になってない？嫌いです。結局荒々領事だからこういうの。ほらマジックテープ職人の。マジックテープ職人の先生来てくれたから。これで克服しちゃおうぜ。そうよ、いくよ。かわいい。キャーっていう音で言えば軽減されると。キャーなし、次。いやだ。そうね、キャーなしで、耳ももちろん伝えちゃう。すいません先生、いいですか。すいません、何度もすいません。マジックテープ職人の長いんですかこの仕事は。そう、もう40年です。あ、40年、すごい、これ一本で。あ、すごい、あ、早い、こっから早いですね。あ、先生すごい、さすが。はい、キャーなしよ、キャーなしよ、キャーなし。おそらくこの幼児期にですね、かさぶたを剥がすっていうことがこのマジックテープの音と心の奥底で結びついて恐怖を感じるようになったと思うんですが。え、今でも全然剥がします。かさぶた剥がすだったらなんかできてる子とか見ると本当って剥がしたくなっちゃう。かさぶた剥がす、先生違います。全然違いますよ。さっきまでの調子どうしたんですか。いやいや、ちょっともしもう一度チャンスをいただければ頑張ります。